はい、今日は53試合目です。今日はね、ちょっと重欲豪を制すということで、小さい体でも大きい相手の力の反動を利用して勝つというような、なそういう試合にしていきたいと思います。じゃあお願いします。やってもうたか、これマジかもうチャンスやったのに、クソいいだけ上やのにな。でもよーし、手も入るやろこれ多分よしラッキーこれでいい、これでいい、最低限っていうのはこういうこと。うわー取れんか、ちょっと何間違えた、何をしてもうあーもうチカそんな減らせんって頼む、嘘をつかないでくれマジで、偽証はやめよう頼むから、何やねんそれも、あーくっそこれどうすんのマジで、これゲッツ取れんか、無理かあーしゃあない、まあこの1点を覚悟しないと、まあエラーしたいんやからしゃあないよ。いやーまあこれちょっと1点入るやろ、頼むお願いセーブ追いついた、危ねえ、うっと惜しいのに、あぶねえ大丈夫やろ、さすがやろ、アウト、マジかよもう、鍵や全身でアウトならんの、あの当たりで嘘マジかよ、はぁもうこれもぜ延長では絶対負けるもん絶対あの走塁もおかしいしよ、前進守備であの打球で帰ってこれるわけないねんな